日のラインナップ。ブルイズモンテディオは惜しくも引き分けに終わった徳島戦のハイライト、さらに今日行われる東京ヴェルディ戦のポイントも。極上プロフ野田選手と横山選手がプライベートを語り合います。めちゃくちゃ応援されるんですよ、風呂場の中で。裸の付き合いでね。裸の付き合いで山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。ブルイズモンテディオ、まずは徳島戦のハイライトから。山形は前節から先発を2枚替え、センターバック西村が6試合ぶりの先発、フォワードには前節2ゴールを挙げた加藤が入り、今季初の6連勝を狙いました。しかし両チームとも試合開始から決定機を作れず、前半はスコアレス、一進一退の攻防が続きますが、後半ボールを支配する徳島に山形は押し込まれます。57分、山形は徳島にスローインから右サイドの突破を許すと、ペナルティーエリア内で河合歩が思わずこのプレー、ファール判定により PK を与えた山形は先制点を許してしまいます。その直後、反撃に出たい山形はおよそ1ヶ月ぶりに右膝の怪我から復帰した小西と河合シュートを投入、さらにチアゴを左サイドからフォワードに配置。この攻撃のギアを上げる采配が見事に的中します。78分、山形は中盤でセカンドボールの奪い合いからボールを失いかけますが、相手が痛恨のパスミス、バックパスを拾ったチャウンがキーパーとの1対1を制し同点弾。6試合連続11ゴール目を決めたチアゴはゴール数リーグトップタイに並びました。Estou muito feliz, já bati o número de golos que tinha o ano passado, felizmente consegui fazê-lo na primeira volta, tenho mais uma segunda volta pela frente, espero não ter lesões, estar forte e dar continuidade a este momento, porque eu sinto que é positivo para mim e para a equipa. 画前攻撃に勢いが出てきた山形は後半シュート数を増やしますが、決定機を決めきれずここで試合終了。連勝を6に伸ばせなかった山形は順位を落とし、12位でシーズンを折り返します。そして今日夜7時からはシーズン後半1戦目、東京ヴェルディをホームに迎えます。ヴェルディのデータを見てみると、リーグトップなのがドリブルの数、中でも気をつけたいドリブラーがバスケス・バイロン選手。第11節でも山形はバスケス選手に左サイドからのドリブル突破を許し、ペナルティーエリア内でファール、 PK を与え失点してしまいました。今回もバスケス選手をいかに抑えられるかが鍵になってくるはずです。この試合をしっかりと勝ち切り、シーズン後半戦のスタートダッシュを決められるよう、山形一丸で応援しましょう。好きな女性のタイプある方。この後は2人のプライベートに迫ります。ここからは極上プロフ、先週に引き続き野田浩樹選手と横山瑠選手が登場。2人は普段からいつも一緒にいるという気心の知れた間柄、それぞれが考えた質問を一問一答で答え、極め付きのプロフィールを作っていきます。青極める極上プロフ、はい、プライベートの質問を始めます。はい、山形のグルメベスト3は、龍馬、調査員3個。うん、好きな女性のタイプは、スタイルが良くて身長が高い人がいいです。はい、鍋さんってことね山形の好きなスポットは、やっぱ一番栄えてるところは駅前じゃないですか。やっぱそこはちょっとウキウキするんですけど今ハマっていることは、
あ、でも最近よくサッカーちょっと見るようになったっす、はい、夢はありますか？日本代表ですけど、でもまあ今現状あれだから横山選手の一問一答。この中で野田選手がまず気になったのは好きな女性のタイプ。好きな女性のタイプはで身長が高い女性って言ってたけど、ね、はい、大きい人だけやったらいっぱいおるから、まあ、もっと具体的にロングの人が好きです。お姉さん系ってこと？お姉さん系で、まあ、年上がいいですね可愛い系よりかはちょっと強い系っていうか強い系。何聞かされてんの？野田選手がもう一つ気になったのは山形のグルメベスト3。ここはこれがいいっていうのはちょっと教えてほしいですね。龍馬はロース定食の、あのロースが美味しい。僕野菜嫌いなんですけど、あのその野菜炒めが一緒になってるんですけど、それが美味しいんですよ。だからご飯進むっす調査はもう冷やし鶏そばとミニ天丼のもうあれしか食ったことないんで分かんないですけど、でもあれはもう本当美味しいです。やっぱなんか麺もしっかりしててなんか味付いてるんですよ。でなんか美味しいですよね、うん、あそこみんな選手結構行くんで。三幸、三幸はもう生姜焼きはもうプリプリっていうかね、なんかうまいっす。やっぱでもいい、なんか三幸は使ってるって書いてあったっすよ。影響されやすい。お次は野田選手の一問一答。山形のグルメベスト3は和牛や、あ、高岡やピザリア。あじゃあ好きな女性のタイプ。愛嬌がある方はい、次やす。山形の好きなスポットは？テルミ今ハマっていることは？サウナ。夢は？ J1 に行きたいっす。野田選手の回答。まずこの中で横山選手が気になったのはこちら。今ハマっていることは？サウナ、うん、あ、まあ、それもテルメなんですけど、そうっすね、テルメのサウナめちゃくちゃ暑くて、あれは整うよね、うん、整うっていうかもうなんか飛んでっちゃってるよね。相当暑いっすマジで。しかもあのテルメの、 あの常連の、まあ、おじさんたちがあのモンテの結果をすごい見てくれてて、めちゃくちゃ応援されるんですよ、うん、風呂場の中で。だからそのなんかコミュニケーションもすごい嬉しいですね裸の付き合いでね。裸の付き合いで自分はあんま夜寝れないんで、やっぱテルメとかで交代して飯食って家帰ってちょっとゆっくりしたらもう結構眠くなるんで、本当にひろきくんありがとうございますって俺が車で運転して行ってるんでこいつの足になってるそして横山選手がもう一つ気になったのは将来の夢。まあこれですね、夢はまあ J1 行きたいですよね。その、まあ、このクラブで行けるのがやっぱり一番ですけど、まあ、山形から J1 行った選手、海外行った選手の活躍を見てたらやっぱ悔しい気持ちがありますね。高卒でガンバ行って同期の中で自分だけ J1 の試合に出れなかったので、まだ J1 デビューしてないんで、はい、まあ、そういった面も含めて、行きたいですね。プライベートに関する2人の一問一答はいかがでしたか？試合でも2人の息の合ったプレーが見られることを期待していますよ。来月もお楽しみに。今回のみんなのシュートは山形市のゆとみやさんから。
自宅で3歳の娘さんがおもちゃのサッカーボールを力強く蹴っている様子を送ってくれました。将来はなでしこジャパン入りも夢見ているそうですよ。楽しみですね。動画や写真を送ってくれた方にはモンテディオ山形のタオルを差し上げます。皆さんも番組ツイッターまでどんどん投稿してください。で、はい、準備できたら手挙げて、はい、いっせーの。感情的に言わせてもらえればものすごく悔しい勝ち点1になったなというのが正直な感想です。次からがまた大事なので、そういうふうな結果にできるようにまた精進していきたいと思います。